Hi guys, welcome to Haikyuu to the Top episode 18 reaction. If you'd like to see full uncut and unedited reactions, you can check my Patreon. The link will be down in the description. There's also early access for those who want to watch it before it is uploaded to YouTube. And yeah, let's just go and watch it. Yeah, I feel like every time we have like meeting before the match, the coach always says some things like we have to do, but it never goes as planned. Crush him. Okay, what is Nekoma gonna do? Like, the only thing they can do is just sub him off when Kenma gets tired, you know? But do they even have like a better setter than Kenma? Or like a decent setter? Oh, nice. Ganged up on him. And I guess this headband school practiced it, right? Because they executed it so well. Like, look at my poor Kenma who is running from side to side. No! Damn! He didn't even get it over the net. ずっとハードなんですよ。たとえ単調な1点の繰り返しに見えていても、それは着実に積み重なっているものだ。1本のシャットより5本のワンタッチ、10本のプレッシャー。 He was kind of fine, the Nekomata sensei. <笑>大丈夫かよ。もうダサい。2セットしかやってないのに。必死の見た目はダセえもんだろ。ちょっと嬉しそうにすんのやめてくれる。このセットはサルカワ優勢だし。 ファイナルセットのために一回コズメ下げるのもありじゃねえかな。ああ、ほら。噂をすれば。噂をすれば。よし、もう一押しだ。今が押し切る時。ナイス。焦らないよ。バッチ。 Damn, he saw it. No. Damn. Okay, they have to just win these 2 points, right? They can do it, right? What's happening? Nekoma is free. ライトにする。
Damn, Kenma is so good. He's mastermind. Like in terms of volleyball intelligence, I think he's way better than Kagema. Or on the same level. Like they are both smart. But Kagema has more stamina. And loves volleyball, actually. こちらも同じだけの粘りがいるだろうな。慣れてみせますよ。レシーバーの皆さんが。おうよ、過保護上等。セッターを動かせねえのが猫魔品質だ。ただの我慢比べはつまんないな。え、わざとレシーブ乱すってことすか？たまに使う手ではありますが。毎回じゃないよ。 Wait, no, 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 don't tell me you actually guys. Did they really fake it? Bro, Nekoma is really insane. 指示通りの位置に上げろって言われたらやるけど、お前すでにバテバテなのに大丈夫かよ。毎回エンドラインまで走ってあげろって言われたら嫌だけど、それにみんなの方が大変だよ。サルカワの攻撃に慣れた上で俺の欲しいところへボールよこしてって言ってるんだから。で、他に要求は？高く上げて欲しいかな。了解。向こうは黒、リエフのセンター線を警戒してるだろうから、そんで俺のことを潰す作戦で来てるわけで、だからこそ信じる。ブロックをボールとミドルブロッカーで引きつけて、トスは遠くへ振る。I still can't believe it. そして向こうが気づいたら、stay. 反対側の突き。And he goes to the other side. Yeah. And they are done. Yeah, I think they're gonna win this second set. 一体いつから？たまたまかもだろう。一本を意識しすぎんな。このセット。取り切ることだけ考えよう。まさか序盤から操っていたつもりが操られている。控えセッターが言われたのに交代の気配がない。まさかこっちの油断を誘うため。素晴らしい選手たちだな、有田か。でもやっぱりホワイトボードの上のようにはいかんのよ。 And because Kenma can actually like fake being tired so he can slack off during practice.So, I guess that Kenma really is the biggest mastermind. Nice timing. 間違ってないよ。お前たちのプレッシャーはちゃんと効いてるし、ネコマのセッターは絶対バテてる。もう一押ししてやろう。はい。もしネコマが意図的にレシーブの乱れを入れ込んでたなら、コズメを潰す作戦と気づいて、さらにコズメへの負荷の追い打ちをかけてるってこと。これ知ってる、デュースでしょ。ああ、うん。なんかあれだよね、しんどいやつ。うん。Really tiring thing. 長引いて苦しくなるのはそっちだ。Do you think so? 時間をかけて研磨を潰すという策。でも俺たちはネコマなので。Too bad we're ネコマ。Damn。勝負は2セット目終盤。確実にブレイクして一気に取る。って流れ。さっきまでは順調だったのに。すっごい。Damn! What a receipt, Yaku. Yeah, both sides really think this same thing. Like, drop it already, please. But Nekoma has it way more easier because they have already won the first set. So,
重力ムカつく。重力がなければボールは落ちてこないし、重力があるからボールが落ちてきて。ケンマ、集中。集中力だけは並外れてるケンマの集中が切れてきた。玉彦、体温め直しといて。はい。お前はどうだよ。根性なしは根性について語るな。トラにそう言われてから根性ってなんだろうって考える。根性、まるで気持ち次第でいつでも発揮できるもののような言われ方だ。でも最近思う、根性って響きを好む人も嫌う人も両方が思ってる以上に根性を見せるって難易度高いことなんじゃないかなって。精神と体力を鍛えてきたものが満を持して発動できるもの。俺には使えない必殺技。ラリー、毎回長いね。半歩早くボールへとたどり着け。その半歩がボールを操る余裕になる。Oh my god。両サイドからの攻撃ちゃんと全部警戒してる。そんな時はシンプルに早い真ん中。ここでブレイク。ブレイク。もう一本。根性の使い手だから。確かにおめえは踏ん張り効かねえし、サボる方法とかすぐ考え出す。でもビリだろうが文句垂れようが、先生、先輩が見ていようがいまいが、大体最後までやる。That's fire. スマ、ゴロ。レフトには福永。福永は器用だし、ブロックがいてもうまいこと決めてくれるよね。じゃあさ、お前の学校強い？強いのは俺じゃなくて。みんなだから。One more step. Damn. Everybody's surprised. 帰った時にしか見せなかったはずの極小モーションからのセットアップ。Nothing else? Like, bro.Can you say something? You really just said. Oh. Nice. Yeah, Kenma really is done. Nice toss. Sarumpas. Denao してきます。守りの猫ま。昔より、というか、僕が思っていたより。ずっと好戦的でした。お前たちも強かった。サルカワ工業。まさか自分がもっと追い込まれる作戦出してくるとはな。3セット目に行かないための2セット目の無茶だよ。Yeah, that really is smart. ケンマさん、さっきこけたのってまさか演技っすか？そんな器用なことできるわけないじゃん。ですよね。根性を見せたな、ケンマよ。違うよ。俺は根性が使えるレベルじゃない。あ？みんな頑張ってレシーブ上げてるから、俺もちゃんとしないと、みたいな。だから、それが根性だって。っていうか、頑張ることに明確な名前つけないとダメなの。俺が頑張ったら変。どうに切れてん。バナナ食べなさいや。仲間のために頑張るはおかしいこと。俺がやったらおかしいの。やった。何？これで天馬がゲームやってる時の半分くらいでいいから、バレーにアグレッシブになってくれたらな。勝手なアテレコをやめてください。レベル上げはしてきたよ。やるからには。強いボスとやりたいじゃん。And we are back to Inarizu versus Karasuno. Karasuno の相手はミヤツインズか。
おでも1セット先取してんじゃん。おいカラスノ、来たぞ。Oh, so they have to beat Inarizaki to go up against Nekoma. 俺たちは来たぞ。Damn. Okay guys, thank you for watching. If you liked my reaction, then press the like and subscribe to my channel. And if you'd like to see full uncut and unedited reactions before they are uploaded to YouTube, you can check my Patreon. The link will be down in the description. And yeah, see you guys in the next episode. We will get back to the match. Oh my god, how many episodes? Looks like 7 episodes left, so we might get to watch Nekoma versus Karasuno. Damn. I'm so pumped. Okay, see you guys next time. Mata ne.